相田藤門です。天気や、今日は以前にね、アルミテープチューンっていう形でやらせてもらったトールチャンネルさんと一緒にいます。ちょっと早速ね、アルミテープの、追加した内容、藤門がやった内容っていうのはトールチャンネルさんの話を聞いてやったんですけど、その辺をちょっと検証していただいたり、トールチャンネルさんの車の現状を見ていきたいなと思います。はい、ということで、トールチャンネルトールチャンネルさんです、はい、いつもね、もう、はい、足だけなんですけど、はい、まあ、前回ちょっとね、もうだいぶ前になるんですけど、汚いなまだコメントがね入るんはご了承くださいね。もう事前に言うときます。エンジンルーム汚いです。ちょっと車も洗えてないんで汚いですけども、前回トールチャンネルさんからアルミテープチューンということで指南を受けまして、で、ちょっとバッテリー変えてるんで、バッテリーのところに貼ってた分はなくなっちゃってるんですけど、まあ主にはボンネット、まあ、この裏ね、はい、こういう形、はい、とか、あとこう、こう回すようにみたいな感じで、はい、こういうね貼ってます。貼ってますね。で、ヒューズボックスと冷却水のあたりっていうことであったのと、ここですね、コイルのトップに貼りました。で、まあ実際ね、じゃあ体感できたかっていうと、正直なところそんなこう劇的に走りがっていう感じではなかったんですけど、まあ燃費の方が伸びましたと、結果 0.2 平均燃費が伸びたと、まあリセットなしでですね、な状況だったんですけども、まあ、この状況ね、トールチャンネルさんの方には検証していただいてなかったんで、はい、はい、これをまずどうですか。まあ、なんというか、第一弾としては、こんな、ポイントは抑えられてると思うんですけど、はい、今後、どう伸ばしていきたいかですよね、そのトルクを上げて、その走りの方に特化させたいのか、燃費を伸ばしたいのかで、両立は僕の今までやってる中ではありえないんですよ。ああ、それはそうですよね。なんで、まあ、それをうまいことミックスして、美味しいとこ取るみたいな感じやと思うんですけど、うんうん、でも、数値的に見やすいのはやっぱ燃費ですよね。まあ、その、アルミテープチューンで一番分かりやすくする上では、まあ、燃費なんでしょうね。でも、燃費伸びた方がさっきみたいに、多分、体感はそんなないですね。まあ、そうでしょう。燃費の体感っていうのはなかなかね。なんで、極端な話を言えば、今そんなに燃費で、もうちょっと伸ばしたいなっていうのは正直ないんですけど、はい、ただ、まあ、伸びるに越したことはないじゃないですか。まあまあそうです ね、なんか同じような走りをしてて伸びるんであればいいかなっていう感じなんですよね。だから、まあ、そういう意味でいけば、今の現状プラス、まあ、おすすめのところがあれば何箇所か。おすすめはまずバッテリーのプラス端子をこの字で囲むようにしてもらったら、それだけで全然違いますね。だいぶ違う。この字でね。この字で。はい。3枚ピッピッピッと。はいはいはい。まあ、この辺がやっぱ燃費には効いた感じですか。こっちはなんていうか、ね、燃費というか、まあ、トルクアップですよね。どちらかというとトルクアップで、その電気系統がどっちかというと燃費に良く効いてるのかっていう感じです、ね、あ、そうですね。で、まあこういうなんていうんですか、うんうん、空気とか、うん、あのオイルとか液体系が通るこういうポン、なんていうんですか、パイプ系、はい、とこういう電線に束ねてる電装系あるじゃないですか、はい、電装系のこのできたらそのカバーついてない、むき出しのとこ、もしくはそのこうやって、ビニールテープ巻かれてる上からぐらいに貼ると、あ、なるほどね。そうそう、体感が、はい、こういうコルゲートの上っていうよりかはどっちかというとこういう線ね。そう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 、
の方が体感レベルはあるとある感じですね。なるほど、こんな感じで、まあ、あのその辺をやれば燃費には効くんじゃないかっていうところですね。自分の車ではそれで結果が出ましたね。はい、だからまあその燃費良くなる分とその走りっていうのは当然相反する部分はあるとは思うんですけど、ただ走りの部分がまあ良くならないまでも今までの現状維持のままでも燃費が良くなるっていうことはありますよね。はい、まあありますよね。まあ、うん、あのトルクが例えば上がった分アクセル踏み込む量が減ったから、そうですね、燃費上がったっていうのはありますよね。うんうん、そうですよね。なんでまあこの辺ね、電装だと、まあ、こういう線のむき出しのところとかビニールの上とかそうですね、うん、がおすすめです。あともう一個ポイントなのが、一回例えばまあこの辺貼りましたと、はい、で調子ええやんって、うん、さらに増し張りするのがダメですね。貼りすぎると逆効果になるんで、ほうなんで何事もほどほどにっていうまあでもちょっと難しいところありますよね。どれぐらい貼るかっていうのは目安としては2枚多くて3枚ですね。面積的なもんとか関係ないですか。だいたい例えばこういう細切り短冊切りしてるものをこう巻くのと、うんうんうん、ベタで、まあ、これぐらいの太さのものを巻くのとだと、まあ、面積的に言うとこう幅が倍になれば倍になるじゃないですか。チューブとかに貼るなら多分こういう形で切ると思うんですよ。こうは切らないと思うんで、はい、細長い形でこう一巻きで1箇所、はいはい、2箇所3箇所ぐらいですかね。そんなイメージで、あ、うん、が一番まあで、うん、トライアンドエラーじゃないですけどやっぱりちょっとその車によってもね当然、うん、僕のは軽自動車だし、うん、ね、トールチャンネル号は普通車だしって言ったら、うん、その辺の違いもあると思うんで、あとはターボ、まあ、ターボの運命と、うん、ね、ディーゼルとかありますんで、だからその貼っていって追加していきながら調整するっていうのも、はい、まあ一つそれも面白みじゃないですか。醍醐味です、ね。はい。安くできる。ちなみにね、どれぐらいの距離を走って検証してるんですか。僕は近くにバイパスがあるんで、それ行き帰りで往復60キロぐらいですかね。バイパスやったら信号ないんで、まあ渋滞はありますけど、はいはいはい、まあできるだけイコール条件作って、そうですね、はい、で、まあそうですよね、天候とかもあるんで同じ日にやるのがいいですよね。ですね、うん、まあ同じような条件を作って60キロぐらい、60キロぐらい走ってますね。まあ、大体それで検証しながらつけたり追加したり外したりっていうような。そうですね。で、聞くところによるとなんかもうだいぶだいぶなんかあれらしいですね、少なくなった。少なくなってますね。この辺全部外してますから。ああ、ほんまやね、この辺結構ついてたのね。そう、外れてますね。で今やってるのがこうさっき言ったような、はい、電気系、はい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 ですね。なるほどね。あ、言ってたその言ってたこの字ってこういうことですね。ああ、はい、こういうことですね、はい、これがまあまあ引くとマイナスの方は1箇所だけなんですね。マイナスはそうですね、1箇所ちょっとで、こういう感じで、はい、一番聞いたのがエアフローセンサーなんですけど、アルトは多分エアフローセンサーレスだと思うんで。ああ、いや、あるでしょ、ありますよ。それこれですよ。なんですかね、じゃあ、うん、そこ聞きますよ、めっちゃ。これ取ったらね、やばいんで純正のボックスを加工してこれつけたんですよ。結構クルーらしいんですよ。ここ聞く、めちゃくちゃ聞く。まあセンサーなんでね、あると思いますね。なんで数値がやっぱりその電流の強弱でやっぱ変わるみたいなんで、うん、そこを適正化してあげるっていうんで、一応この中にセンサー入ってるはずなんで、はいはいはい、一番近いとこ、うん、取ったっていうのは、まあ、この辺取ったっていうのは、はい、全部どういう理由で、
ひょっとしたらこういう、なんていうんですか、そのさっき言ったようなパイプ系がトルクアップに効いてて、燃費測る上では足引っ張ってるんじゃないかなっていう仮説があって、それをちょっと確かめるために取った感じですね、はい、で、現状どんな感じ。まあ過去最高燃費が出ましたね、その27.5 出ましたね。 27.5、 はい、前からだいぶ上がってません。でもそれあれなんですよ、あのちょっと遠出してて東広島から帰ってくる時に出たんですけど、はい、でその後その時はこれつけてなかったんですけど、その時その後にこれをつけ足して走ったら、はい、そのバイパス30キロで27出ました、うんうん、おー、まあこの辺はだからじゃあ効いてるっていう認識で。そうですね、これは効いてますね、はい、でもあれですよね、これだけつけてたらどこでどう作用してるかっていうのが、そうもう走ってやるしかないですよね。うん、なんで予想もしなかったところで意外と効いてたりするんで、なんか1個2個だけじゃその体感わかんない。そうですね、し数値も出にくかったらなんか3つ4つつけてそっからみたいな感じですよね。そうですね、走ってっていうのでね、これ1枚巻いて走ったりはしないですよね。大体まあそのこのまあこの辺のというか、うん、類を一通りやってですよね。そうそうそう、これ1枚巻いて走ってって言ったら、うん、結構ないですね。こんな感じで、まあ、この辺ぐらいですか撮ったのは。そうですね、うん、あとは車内のやつも撮ったんですけど、まあそこは貼られてない、はいはいはい、は関係ないですね。そうですね、なんかまあ、うん、僕の場合はとりあえずその燃費云々っていうよりもアルミテープチューンで何かしらの変化があるかどうかっていうのをまず試したかったんで、あのおすすめの箇所っていうのでおすすめね、まず最初にどこやったらいいのってお聞きした時にこの辺ボンネットのと、うん、フレーム周りとボンネットの裏で、バルクヘッドでヒューズボックス、バッテリー、この冷却系みたいなところがあったので、あ、こことねあったのでやってみたんですけども、結果が数値としてね現れたんで、うん、まあ、数字で違いが出るっていうのは一番分かりやすくて、うん、そうですよね、うん、面白いなっていうところはあったんですけど、まあ、そんな感じでね、効果というかなんというか、違いは出ますよと、はい、変化はあった、変化はあったと、はい、で新しく試されたところで、なんかここ効くぞって今話聞いてた。タイヤの前側の、はい、あのタイヤハウスっていうんですか。そうですね、内側。インナーフェンダーに貼ってるんですけど、はい、ここが貼ってます。これはもう明らかに燃費も向上するし、ここ貼るとその接地感が良くなるんですよ。あー、空気圧的にこの辺がなんか腐圧が勝ってるらしくて、はい、これを取り除くために貼るとタイヤが正常に抵抗なく回転するから転がりも良くなるし、燃費も上がるしっていう。まあその一般的にね、まあ、普通車クラスだと最近このフロントにもストレーキっていうのがついてるんですけど、はいはい、これってやっぱりタイヤとその風が直接当たらないようにっていうのがストレーキついてるんですけど、絶対に当たる箇所はね出てくるんですよね、はいはいはい、で出てきた分をこれで補うっていうイメージですよね。そうですね、はい、うん、でもっと言うと、まあ、うん、アルミホイールに貼っちゃうのが一番いいんですけどホイールに、ね、タイヤ自体今やっぱりねゴムで電気を帯びてるんで、はいはいはい、抜いちゃうのが一番手取り早いなって。まあそうですね、で、まあ、アルミ嫌っていう方はこういうバルブキャップの、ああ、このバルブに貼るっていう、はい、はいはいはい、バルブキャップのね商品もありますわ。一応これ、うん、そういうローレットがついてる分ですよね、うん、してるんですけど、はい、ローレット加工ついてる方が放電はしやすいっていう理屈ですよね。歯型ワッシャーがついてるような商品もあります。こんな感じでね、まああとそのアルミテープだけじゃなくてこの辺もついとんですよね。これ前ついてなかったですよね。ああ、それそのさっきも言ったようにタイヤとホイール変えたんで、変えて、はい、めっちゃ落ちたら16キロ台まで落ちちゃったんですよ、燃費が。
はい、でそれでなんかうまい方法ないかなということで空力触ろうということで、うん、ここと、ここと、ここと後ろ、後ろもね、一応これの効果はそのタイヤの空気を抜くっていう効果があるらしいです、ね、前ですか、タイヤがタイヤの前側に設置すると引き抜く感じですね。こう後ろに引っ張るってことですよね、多分この辺のやつをこれによって後ろに引くっていうことだと思うんですけど、あとはこれですね、その最近のトヨタ車にはなんかこういうついてますね、みんなフェンダー自体がそういう形になって、うん、そういう造形になってますね、外に空気を排出する流れ、うんうん、なんかこうとこうなんやろね。そうです、うん、なるほどね。まあそういう結構ね、純正トヨタさんとか早いことそういうの取り入れますからね。ここもそうですよね。そうです、それはそれもそうです、うん、本来はバイザーにもつけたらいいんでしょう。ああそうですね、うん、スポーツバイザーはこれバイザーでも結構造形入ってるんで、いや GR のスポーツバイザーはこの辺ちゃんとフィンがついてるんですよ。ああなるほど、いう感じでね、やれば、まあまあ、その空力の部分からも、でも空力を触ることによって、結局、空気と、まあ、車両の車体自体の摩擦っていうのもあるから、はいはい、ボンネットなんかをアルミテープチューンするっていうのはそういう意味合いですもんね。そうですね。まあ、プラスあと、ホコリも乗りにくくなるし、うん、っていうところですね。だからやっぱ、その辺は、あの空力によって空気とボディとの摩擦を抑えてやるというか、そうですね、うんうん、抑制してやることで、まあ、アルミテープチューンにこうプラスしてっていう効果が出てくるんですよね、うん、相乗効果が、ね、相乗効果ですよね、うん、どうしてもタマってこのミラーのとこなんかでもそうなんですけど、こう空気だまりできるんですよ、渦巻くような形になるんですよ。雨の日とか見てたらめっちゃこの辺ぐるぐる回ってる。そうそう、回ってるじゃないですか、水滴が。と、はい、いうことはここでこう空気がバタついてるんですよ、うん、で静電気が発生すると、うん、そういう理屈なんで、まああの空力と、まあその辺のね、ここにしてもそうですよね、はい、うん、空力とアルミテープはまあセットで、セットで考えましょうと。まあ、目に見えへんからね、なかなかこう、そうですよね、目に見えへんし、体感、その燃費の体感レベルって言ってるように難しいじゃないですか、はいはいはい、トルクとかは分かりやすいんですけど、うん、なんかそこの部分がね、ちょっと、うん、どう表現すんねんっていうところもあって結構世間でね、その眉唾って言われてしまうようなゆえんっていうのはそこにあるんかもしれないですけど、確実にね、やっぱメーカーさんもその空力に関してもそうだし、トヨタさんが言ってるアルミテープっていう次元もそうなんですけど、あの効果があるから言ってるんであって、そうですね、わざわざ型番取ってまで、そうそうですね、はい、そうですね、だからまあその辺をなんていうんですか、分かりやすく自分なりに楽しみながらこうやっていくっていうのがあの DIY のアルミテープチューンの良さかなと思うんでね、コストをかけずに楽しめるっていう、そうですね、うん、でそれをもうガンガンやってるのがこのトロチャンネル号ですよということです。やってる人はもっとガンガン張ってますか。そうなんですよ、願います。なんで、まあ、改めて、その辺踏まえて、はい。まあ、今の状況踏まえてね、はい、あと、ここぐらい行っとった方がいいんちゃうかっていうのを、1、2箇所。まあ、さっきも言ったように、その、横のタイヤの前側の、ここね。ですね。はい。いいにも悪いにも、多分、旅行を体感できると思います。いっぱい貼ったら、はい、設置圧がガッて上がるんで、はいはいはい、しっかりするんですけど、その分燃費は落ちますけど、はい、ああそういうことですね、そうそうそう、うん、少しあったら少ししか効果ないですけど、貼った分だけ多分効果出ると思うんですよ、うんうん、わあ、電子時計ですか、あ、この辺とかこういう線と見えてます、はい、
てみるのもいいんじゃないですか。ただ張りすぎには要注意で、まあ燃費に関してはっていうことですね。多分、うん、こっちはトルコに効くと思います。だから体感しようと思ったらこの辺でやってみたらいいわけですよね。逆に言うとね、うん、循環系はよく効きますよ。はいはい、まあ、この水もそうですね。そう、冷却水とかはまあ言えないですけど、エンジンオイルとかもそうですね。フィルターに貼る人もいますけど、あ、オイルフィルターに、はい、ミッションオイル、CVT のこれ、はいはい、これは動作作動ですね。作動ですけど、はい、もう一個その CVT、なんですか、オートマイルだったら ATF って感じじゃないですか、はいはいはい、ああいうギアオイル、ギアオイルね、の周りに、うん、オイルパンに貼っても多分効くと思いますけど、ああ、なるほど、そんな感じですね。でね、ちょっとさっきも言ってた、これね僕あのこれと2つ用意したんですけど、何が違うかというと、まあ厚みが違うんですよ。これが日東のリトルです。はい、でこれがまあダイソーなんですけど、まあ何でもええっていうわけではない。まあでもつけて剥がしておするんやったら剥がしやすい方がいいですよね。そうですね。いや、乗り場内のいい方がいいと。ぶっちゃけね、ぶっちゃけこれ100均じゃないですか。はいはい、これホームセンターで買った1000、1000円するかしないかぐらいですよ、ね。確か。ちょっと超えてましたね。1000、まあ、普通のやつとお得用があるんですよ。お得用が僕おすすめですね。あ、そうなんですね。多分使い切れんぐらい巻いてるんで。はいはいはい、ぶっちゃけアルミテープなんで最悪車の補修とかにも使えるじゃないですか。これねあの軽トラのマフラー破れてたんで補修用に買ったんですけどこれ1100円ぐらいしたんかな。まあでも単純に10倍ぐらいするわけじゃないですか、はい、でまあ使い勝手で言うとこの乗り跡とか剥がしやすさで言うと断然こっちなんですけど、で厚みもだいぶ違うと思うんですね。でぶっちゃけこれをこの違いって効果に出るのかどうかを、僕は100均のやつを買ったことがないんだと思うんですけど、まあでも理屈的に言ったらアルミが使われてるんで、はい、出るはずですよね。でさっきの話じゃないですけど、この細くとか太くとかっていう部分でいくと厚くとか薄くとかで違いがあったりするんかなと。この何ですか、表面積っていうのは触れてる出てる面積を増やしたいからギザギザ加工とかするんですよね。はいはい、はい、ここから放電するはずなんで、はい、多分厚みは変わらないと思います。ああ、はい、なるほどね。接してる面積っていうことね。そうですね、はい、はい、だからまあもう極力その剥がすこと考えへん、ローコストでっていう人は、極端な話こちらでもいいんですけど、やっぱりトライアンドエラー繰り返しながら自分なりに楽しんでしっかりやりたいなという人はやっぱりこっちがおすすめと。乗り、うん、乗り跡もねですし、しっかりしますよね。そう、100均のだとちょっとね伸ばして貼ろうとした時にビリッといったり正直します。100均商品は全部そうですね。うん、まあまあ悪いとは言いませんけど、理論上は同じアルミなんでですけど、やっぱりちゃんとしようと思ったらこっちをおすすめしますんで、うん、なんでまあおすすめはどこでも手に入る日東ニトムズのこちらがいいんじゃないかなって感じです。色付きもありますもんね。色付きそうですね、うん、ということでね、まあゴールデンウィーク何しようかなって思ってる人は一回こんなんやって見るのも、まあ、まあそんなに費用かからないし面白い。そう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 、そう、まあもうどこも行くとこないわと、どっか行っても人ばっかりやしという人は家でねアルミテープ切ってここちゃうんかなそこちゃうんかなっていうことでやってもらったら面白いかなと思いますんで、で変わったとか変わらんかったとかっていろいろねあると思うんですけど、それはもうまあもうトライアンドエラーですから、やってみることにまず意義があるんで、はい、でいい結果が出たらコメントくださいはい、登録チャンネルさんと共有しますんでね、その結果をでどんどん発っていくようにしますんでね、はい。
はい、てなことで、はい、アルミテープチューン講座第2回、はい、講師のトールチャンネルさんでした。ありがとうございました。Thank you.